ティーノは日産自動車で製造、販売されていた乗用車である。B15 型サニーのプラットフォームである MS プラットフォームをもとに開発された。設計主任も B15 サニーと同じである。車幅を1 7 6 0ト、mm、ルまで広げ、トランスミッションの操作をコラム式とし、前席をベンチシートとした。前席2人プラス1。 後席3人のスタイルを5プラス1コンセプトとして実現した。似たようなコンセプトとして、フィアットムルティプラ及び本題ディックスがあるが、この2社は全席独立席である。後部座席はユーザーが車検証の記載変更なしに脱着可能であり、座席を外すと貨物車並みのラゲージスペースが得られた。搭載ユニットは、 SR20 出型直列4気筒 DOHC1998cc ハイパー CVT よびリーンバーン仕様の QG18 出型直列4気筒 DOHC1769cc プラス4速 AT の2機種でいずれもコラムシフトであった。足回りはフロントにストラット式、リアはサニー譲りのマルチリンクビーム式を採用。 前輪のトレッドが 1535mm と広く、その一方でホイールベースが 2535mm と B14 型及び B15 型サニーと同じ数値であったためハンドリングが軽快で小回りも効いた。また前期にはオーテックジャパンが手掛けたエアロパーツ仕様のエアロスポーツも設定された。ただインパネ、ナビが 専用部品なのでもしナビが壊れるなどの事態があった場合修理はできないとのことである。純正ナビは一見 CD が入らないように見えるが助手席シート下に CD ドライブが設置してある。だがしかしあまりの不便さにより使用頻度はほとんどなかった。ハイパー CVT が壊れるなどの不安さがあったため1.8リットルモデルの方が多い。2000年には100台限定で ハイブリッド仕様も設定された。ティーノが選ばれた理由は、小型車ではなくティーノのような車での燃費改善こそが、社会全体でのガソリン消費量減少につながると考えたこと。ハイブリッド仕様開発当初の1996年、ティーノは日産車最高の生産台数が計画され、次世代、 パワートレインの搭載も検討されたこと、ハイブリッド車の大口顧客である観光庁からの荷物の詰めるハイブリッドカーという要望を満たすためである。しかし、コスト増の割には燃費向上がそれほどでなかったことがわざわいしこのプランは不発。結局、日産のハイブリッドカーは、この T の以降、日本国内においては2010年11月2日、 発売の冬がハイブリッドまで登場することはなかった。欧州では2006年3月まで生産が続けられたが、日本では2003年に生産終了した。発売後に、親会社となるルノーの類似コンセプト社、セニックの後発ライバルである。スペイン語で、ティノは、理性、判断の正しさを意味し、家族全員に親しみやすく、新しい生活を感じさせる。 賢い選択の車であることを表現している。日産 T のハイブリッドボリューム5、開発者が、弁明、なぜ T のハイブリッドの10.15モード燃費が良く、ないのかレスポンス。レスポンス、2009年2月28日閲覧。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第42号19ページより、ありがとうございます。